こんばんは。聞こえますか？サンボマーケット仕事帰りの、はあ、お疲れ様です。こんばんは。寒いですね今日も。疲れた俺は。ネタンポージって俺仕事中にお前入れよったんやぞ。俺かわいそうと思わんか？あんなんしか入れれんって。お疲れ様ですって。今日はちょっとな、先に腹減ったんで飯を食わせてもらっていいですか？そうですね、タフマルくんが出るんで今日ちょっと買ってきたんで、スーパー寄れたんで。こんばんはって。サブ行って、ほんとサブやばい。4度な、部屋息が白いんだが。またうどん系って、さすがやな、よく分かっておるって、うどんになりますって。松山鍋焼きうどんって頑張れ受験生って。いや全然受験じゃないんですけど。そしてこの余っとったこの買い時間が実はまだ残ってたっていう。これでちょっとうしうしやろうと思う俺は。おーおーおーって、受験生さらにこんなの、あのバジルとかのなイタリアンピザまで買ってるんだけど、俺はレンジでできるっていう。出るそう俺。これはまた今度食べます。受験したことある？あるよ、中学の時に。絶対うまいやつ。グツグツ煮込んじゃるけんね。島町の買ってない。とりあえず一本やらさせてもらうわ俺は、このミニ缶を。つれえわ。まだ乾杯。 KP ミニミニの 135mm 缶。ガスコンロだ。これガスコンロですね。このな、これな、嫌な予感しとったんやけど、これ買ってきたんよスーパーで3本。案の定取られとったけんの、安さんに。おそらく鍋するんか知らんけど、俺の前の残りのガスコンロはなかった。やっぱおるで、アルセーヌさんがおるんやこの部屋には、この家にはなって。危機管理能力あるやろ俺。危なかったで。これ買ってホクホクして帰ってきて、お前ガスコンロなかったら俺ブチ切れとったで。そのためにもね、私は買っておりますんで、このマックス缶を。ハントンワロ。ワロセーヌさん、くっそ。備え付けられたのよ、そういう危機回避能力が。やば。しかもこのね、あの、2割引きの嬉しい、なんだこれ見えませんね。3種マカロニのツナ卵サラダっていうのに、このキューピーのこの焙煎ドレッシング、ごま焙煎ごまドレッシングでちょっとうしうしやろうかなと。ええやん、ええじゃろう。卵サラダ、そう、これも開けてここにのして焼いたらいいだけだから、なんか簡単だから。あざす。でこの敷物もちゃんと持ってきてるんで、愛媛新聞っていう、これをここに敷いたら熱々のアルミでも大丈夫という寸法ですわ。なんで味ついてんの、さらにドレッシングかけるんて。いやこれかけた方が美味しいでしょ絶対、ツナのとこに。サブ、ほんとサブ、マジたまらん。マジ怖い。大丈夫、慣れてますから、岩谷には。はあ、まだ、ちょっと待てよ。スイカ鍋の出番はちょっとないな。あれ、洗うんがもう激痛っていうのが分かったけん、あの、この冬の寒さに鍋洗うんが死に直結するけん。とりあえず出来合いのもんで何とかしようと思う。カチカチやま。大丈夫大丈夫、こんなん俺火出るのここですから。やってるって。まあ今日はちょっと飲んでいこうやって、この悲しみのこの味辛口生って135ミリ6缶入りっていうね、もう
失礼はぽい。今日は鍋かって、これ松山の鍋焼きうどんなんでね、お昼に親食に体も心も温まるけん出ましたお前ら、けんお昼に親食に心も体も温まるけん鍋焼きうどん、頑張れ受験生、けんって言うなって言いたくもなるんよ。関係あるん？あるよ、松山発祥の鍋焼きやけん。俺見てみ、これ愛媛県しかまあついてないだろうが、これ四国で愛ちゃんな、愛ちゃんの松山鍋焼きうどん、まあ、受験生のためにお母さんが作ってくれる系の、しかもちょっとこう楽く、お母さんの手間を少しでもなくそうとしとる愛ちゃんの優しさや。何かと思ったら四国かよ。いや四国だろどう見ても。俺が受験生を応援するためにえこれ作ってやるから、食うんは俺だが。受験生もおるでしょう今の時期、ここの放送にも。その子のために俺はこの鍋焼きうどんを作ろうと思う。心にもないことって、これを見てちょっとでも頑張ってほしい。どういう理屈だよ、私も落ちる。これもこっちでもいいんだよ、俺はどちらかといったら。俺愛ちゃんは置いといてピザ食うっていう選択肢もあるんですけど、要冷蔵冷蔵ということは冷蔵庫に入れとったらいいってことか。こんなんぶちくバチクソうまいねこれ絶対。ほんまに JP のとこ持っていったやつの片割れな、これオーブンで、オーブンっていうかレンジでできるんじゃないですか。とりあえず作ってみます。切り口、あ麺とかあれせない関係ですか、これちょっとめんどくさいやつですね。お、お前ら来ました、これ嬉しい、七味もついてる。こんな感じであれですね、あの麺袋も入ってますね。でつゆをこう打ち込んでさらに具を入れろという展開ですね。体き注意、まず麺から。張り付いとる、取れねえ。麺を入れますと、生麺やな、これ嬉しいですね、やっぱ生麺やね。これ入らねえじゃねえか、はい、スパゴン太みたいな感じやな。でつゆをかけまして、なみなみ注ぎますと。おお、いいんじゃないでしょうか。で、具ですね、油揚げ、油揚げ、
かまぼこ、ちくわですね。で、申し訳程度の牛肉っていう。コンビニで牛肉買っときゃよかったな。俺少ねえわ絶対。こんなもん？ネギは？なんとネギは袋も入っております。こうちゃんと梱包して。衛生管理はバッチリでございます。愛ちゃんの優しさよね。肉が寂しいね。なあ、ちょっとこれ寂しいわなあ。もう入れていいんか。最後に入れた方が良かったかもしれんが、まあもうええじゃろ。どうせ。ただ一緒じゃ。はい。これで煮込んでいきますと。ちょっと弱火ぐらいで。コトコト言った方がいいですかね。でも普通にうまそう。あとはグツグツなったらもう終わりなんで。でその間にこのツナトモのマカロニサラダを食べると。いいやつでしょうこれ。あざすって、やばい、爆発しそう。うわ、はい、できました。てろ、これ食べながら待ちましょう。うどんがねできるのは2割引きというこの安さ。来たな。このピザはちょっとしまってくる。はぁ、さて、こんだけ足りるの。足りんかったらピザがあるけん、俺には。最悪ピザすら作ってくるけん。うまそう。やばい、しみる。こんなちっこいんが、ほんともう。もう一本あるんすわ。冷蔵庫あるもんぶち込め。これもうないんよな。ちっちゃい。グツグツ、いい音。アイスごっこやりたいだけだろう。まあそんな感じよね。勝ったら合流できるんだが、今の俺は負けてる。アイスごっこですか、使わんか。卵入れません。あー、入れてもええかもな。負けたん？いや、仕事帰りよ。今日も一日お疲れ様でしたって感じの飯。ここでネギシですよ。お前ら相当やばいから、レモンポップさん。お前バチバチの一番人気じゃねえか。あれ 1.9 倍やぞ。なんでギルテッドミラーさんよりオッズ高い。相当グリグリやん。レモンポップさん、そんな単色
鉄板か。いや分からん。いやここは負けてほしい俺的には。フェブラリーのために布石が欲しいんよ。単勝一倍は神の領域ぞ。そんなにか。ここで勝たれたらちょっと俺変えづらいな。フェブラリー家に IH しかないから近火羨ましい。タフマル君買ったらいいっすよ、これ。これなんと安くてね、しかも使い勝手もいい。何でもできると。外でやってもよし。家でやってもよし。いいことずくめのタフマル君を、みんなで買おうって。最寄りの唾液とかに行ったら売ってるから。案件かって。岩谷のタフマル君は神。畳の上でやってもよし。ジューシューなってきよるで、これボコボコなってきたんじゃないですか。風にも強そうだね。ここに何風防護フィルターみたいなのがありまして、まあ、フィルターなんかないんやけど、横風には強いね、このタフマル君。グツグツ。おにぎりはもう惣菜コーナーが全滅しとった。もう本当はな、なんか唐揚げとかも欲しいんやけどな、ないんよ。もうかーかはー売り切れ、もう閉まる前やっけ。うん、いい感じ、いい感じ。刺身の半額ない。寿司があった、お寿司の1100円のお寿司が半額になっとったけど、うどんの方が良かったけん買わんかった。見えてきた。もうええかな。こんな風にして喧嘩吹っ飛んけって。あんま。ちょっとほぐせ。ああ。いや、これもうええで。多分。いい匂いがしておる。うん、ごちそうさまでした。俺はもう完食しました。もうやっか。うどん食いたくなってきた。七味だけ入れるとこ見せといたるわ。パラパラ。わっ、突破。じゃあいただきますと。おお、これはええで。手軽よね、ほんとこれ。熱々やで、これ。うん。熱いでって。受験生の味がするわ。
どんな味って。優しい味ですね。まあ、受験したことないやろ。遠い昔に。湯気がすごい。受験いるよ。陰謀落ちてない。陰謀ではございません。これはあれです、あのタバコのフィルターのやつですね。これ温まる、めちゃめちゃ。スープがうまいね。今度はこない、ない。やっぱうどんがうめえな。香川とかに食いに行きたいもんな、俺。讃岐うどん。行ってこっかな、今度は。中までコミ上げてた、そうとな。わかる、カマトマとか食いたい。めっちゃあるけんな、んで。カマタマとか絶対うまいで。腰があるからな。弾力が違うんだわ。足で踏むからな、あっちは。おすすめのうどん教えてやろうかって。比較的愛媛寄りだと思うんだがって。近い。山越の釜玉、はあ、仕事終わりによく行ってた。香川県リスナーかな。車で1時間。いやー、2時間ぐらいかかるんじゃないか、さすがに。そんな近くないで、100何キロあるからな。愛媛にお気に入りのうどんやない。いや、丸亀製麺。松山鍋焼きうどんってうまいんだよ。昔な、あの小学校の食器みたいなの出しておる、うまいとこがあったんやけどな、時代の流れでなくなったんだわ。後継ぎ問題だったんだろうな。丸亀香川の会社じゃないぞ。でもあれやで、知ってますか、丸亀製麺ってハワイにもあるんすよ。合
パオライスうどんみたいな、なんかそこ特有のうどんとかもあったで。しかも相当超人気店な、一番売り上げ取るらしいの日本よりも。ハワイの丸亀はクソ高い、確かに俺は見たんでは相当高かった、バカみたいな値段しとったわ。こんなん誰が食うんぞみたいな、鶏天なんとかバジルソースみたいなんでやっとんがお前3000円とかな。こんなもん日本やったらお前1000円もかからず食えるわみたいな感じのか、もうマジで物価クソ高な。愛媛だとうどんいくらぐらいな、うどん。まあ、かけやったら250円ぐらいじゃない。丸亀ロシアは撤退したけど店使って勝手に営業されとる。へえ。ほんと秒でなくなるわな、そりゃ。スープがうまいね、これ。汁が優しい汁だわ。とろ昆布好き？いや、あんまり。撤退したマクドナルドを使ってハンバーガー作りよる。へえ。もう無法地帯なんだな。いや、これはうまい。うまいけん、ちょっとあの汁がもう全然なくなっちゃう、汁の方が先にないなっちゃうかも。うまそうって、肉の割合が。油揚げも美味しい。いや本当はセブンでよ、あのキムチチゲラーメン買ってご飯入れてやろっかなと思ったんだが、ちょっとスーパーが空いとるけんな、こっちになっちゃったんだ。あれうまいよね、辛すぎるよな。キムチラーメンはクソうまい、うまいんや、確かにうまいんやけどな、今の俺にはちょっと刺激が強すぎるんだわ、この唇ヘルペスには。こんぐらい優しい方がいい。また出たんかって、そうなんや、疲れてるのよあなた。うわ減るってなあ、でも薬飲みよるから。ヘルペス感じてん、そうなんよ。おお、水虫も感じてるし、つれえわ。抑えるぐらいなんや。
おしゃれ取ったんやけどな。でも今年は水虫出てないな。最初崩れると出てくる。いやもうボロボロだよ多分もう。ロンズすげえじじいやけな。大満足。俺もう今日は今日も頑張れますわこれで。全部いったわ。ペロリやなこれ。ピザか。ピザいけんこともないな俺これ。こっからさらに。いやまあそこはちょっと待とうか。あざす。一方バードはステーキを食っていたって。大満足かあいつ。くそ羨ましいんごね。ステーキだ。デブでも食ってるピザって。食うで俺はワンちゃん。なんならアサリのバター焼きとかあったけどな。それやってもよかったんやけどな。もうその準備はできた。てか生ガキがあったけん生ガキをこう従事バターソテーしてもよかったかもな。俺のスキレットちゃんが爆発しとった可能性もワンチャンありけり。バターデブ。ええなって。でもカキ失敗したら怖いけんな。なんでカキなんかあるの？いやスーパーに行ったらあるやん。水に入ったあの7個ぐらい入ったカキのあのあれ買って帰ってきたらまあそのままブシャーってこれでもええわ。もうなんならここでお前カキブシャーって出してお前バタブリってやってジュージューやったらそれだけでお前臨場感抜群のお前カキのバター焼きができるんちゃうんかい。密令をしてくるのかと思った。いやスーパーありますから。ブリブリ言いすぎだろって。いやあの加熱用とかやったら別にあれやけど生食用みたいなのもあるからカキ。そんないきなり当たるようなカキとかそういうんじゃないからね。生食用買った方がいいよ。そっちか。フライが至高よ。チーカー鍋でフライ。いやあれはダメだろう。あ俺買っとんやそういやあのうんごとやった時のあのフライ鍋あるわ。家でフライはさすがに危ないんじゃないんかこの部屋で揚げ物は。さすがに事故率が高そうだけんやめよう。素揚げチャンスって。さすがに部屋はやばいよな。畳の上は危険。ちょっと閉まってきますねこれ。タフマル君もうお役ごめんなんでちゃうですって。もう確
しとこ、ガスコンロのお前あのガス隠しとかんとお前なくなるぞあれ。もう俺隠し場所なんかないしな、また奪われるだけの存在になるんだろうか俺は、ヤスさんに。盗賊が来る、マロリンヌ。寒っ、はあ、早いってしまうのは早いよって。そしてこれが俺の相棒だ、お前ら紹介した今日ミニオウムくんだ。すごいこのあれやで、有能な子なんだ。マリモってここにこう、何こうチャックがついてるんだか、これここのここにあのコンセント挿したらあったかくなるっていう仕組みじゃん。ミニ湯たんぽ、湯たんぽやんって、あっためんでいいんやでって。もうまた後でね、あの充電しとくんで。ええやん、ええじゃろうって。もう高いんでしょ、よくわからん。抱いてねえよって。いや足元にあるんが一番ええな、マジで。やっぱりよし、あよいしょーって。じゃあ今日もまたあの紹介状もらいに行くんで、冷え性かなって、それを打つなんて。いやちゃんとな、あの工作はしとかんと、お前なんでないんやって言われても嫌じゃろ。エンディング見れますかって。まあまあいけるんじゃないでしょうか。エンディングはどうだろうな、200時間超えた、いや170時間手前くらい。多分無理。そんなに長いんか、あのハゲパレス。なんで映らねえんだよ。スチームだともう割引セールになってる。くっそ。指導パレスは一番長いって。
スロットのペルソナは触ってないな。あ、もう触っ、なんなんだよこれって。いや、あれ勝てんもんだって。相当勝てんだいって聞くし。そもそも金土地で俺、もう、決まっとるけん。今年のトレンドは金時だから。